カーナーボン城は、ウェールズ北西部のグイネズ州、カーナーボンにある、中世の城である。1283年に、ウェールズを征服したイングランドをエドワード一世によって建設された。エドワードの時代の町や城は、北ウェールズ行政の中心地となり、そのため大規模な防備が建築された。イングランドのエドワード一世が、 現在の石造りの城の建造を開始した1283年には、11世紀後半から、ノルマン人のモットベイリー型の城がそこにあった。さらにこの地にはかつて古代ローマ人の砦があり、チェスターのディーバにつながるローマ街道が伸びていた。エドワード一世は、1283年に、独立国家ウェールズ公国を征服したのに伴い、 この地域を平定するために城を築き、城塞都市を建設した。城が建設される中、カーナーボンの周りには、紙壁が構築された。着工から1330年の終了までの47年間の建造費は2万5000ポンドであった。城は、外側からはほとんど完成した状態に見えるが、内部の建造物はもはや残存せず、 それに建築設計の多くも完了しなかった。1294年から1295年にかけてのイングランドに対する反乱でカーナーボンの街と城はサウェリン・アップ・グリフィズの東園マドッグアップ・サウェリン軍によって破られたが1295年にイングランド軍が再度攻略した。1400から1415年のグリンドゥールの反乱では1401年 オワイングリンドゥール軍により包囲され、1403年と1404年に包囲攻撃されても持ちこたえた。1485年にチューダー朝がイングランドの王位を得ると、ウェールズとイングランド間の緊張は弱まり始め、城はそれほど重要ではないとみなされた。結果、カーナーボンジョーは後輩状態に陥っていった。そんな荒れ果てた状態にもかかわらず、 イングランド内戦時代、カーナーボン城は、国王派の要塞となり、議会派軍に3度取り囲まれた。城が戦争に使われたのは、この1646年が最後であった。城は、国が、修繕資金を投じる19世紀まで放置されていた。カーナーボン城は、1911年と1969年に、プリンス・オブ・ウェールズのジ位式に使用された。また、 国際連合教育科学文化機関世界遺産のグイネズのエドワード一世の城郭都市壁の一部として登録されており、ウェールズ政府の歴史的環境保全機関であるカドにより管理されている。カーナーボンの最初の鳥は、西暦75年頃のローマ時代に築かれた。セゴンティウムと名付けられた、この鳥は現代の町の郊外となる。鳥は、 西温と川のほとり付近に設けられており、その砦では、おそらくそこが隠れた、安全な場所にあって、西温と川を経由した補給が可能なことから、建設された。カーナーボンは、その名を、このローマ人の砦でから得ている。ウェールズ語で、その場所は、y、ワイゴリン・アルボンと呼ばれ、モーンの真向かいの土地にある砦でを意味する。モーンは、アンルグシー等のウェールズ語名である。 西暦394年に放棄されたセゴンティウムの、その後やローマ人が、ブリタンニアを去った5世紀初頭以降の一般集落についてはほとんど知られていない。イングランドのノルマン征服に次いで、ウィリアム一世は、ウェールズに注意を向けた。1086年のドゥームズデー調査によれば、ノルマンのロバート・オブリズランが、名目上ウェールズ北部全土を保有していた。 ロバートは1093年に、ウェールズ勢力により殺害された。ロバートの所領を引き継いだ初代チェスター博、ヒューダ・ダブランシュは、3カ所に城を築くことによる北、ウェールズのノルマン支配を重ねて主張した。それらの一つは、メリオネスシャーのどこか、一つは、アングルシー島のアバーリナイヨグ、そしてもう一つがカーナーボンに配置された。 カーナーボンが城を建てる地として選ばれたのは、メナイ海峡へ、西温と川が注ぐ、河岸に位置することから戦略上重要であったためである。このかつての城は、その1093年頃、西温と川と、メナイ海峡に囲まれた半島に建てられ、両側が水辺であり、その城塞は、木材の柵と土類に防御されたモッドベイリー、であったとされる。モッとすなわち土類は、 後のエドワードの城に取り込まれており、元のベイリーの位置は、モットの北東であろうとされるが明らかでない。1969年のモット長部の掘削では、中世の戦友の痕跡は明らかにならず、いずれの証拠も残っていないことを示唆している。モットには、おそらく、キープとして知られている木造の塔があった。ウェールズ勢力は1115年までに、 グイネズ王国を奪還し、カーナーボン城は、ウェールズ港のものとなった。城に書き留められた、同時代の文書から、大サウェリンや孫のサウェリン・アップグリフィズが時折、カーナーボンに滞在したことが知られている。1282年3月22日、イングランドとウェールズ間で、再び戦争が勃発した。ウェールズ大公サウェリン・アップグリフィズは、同年12月11日、 戦死に追い込まれた。サウェリーの弟、ダビズが後を継いで、ウェールズ独立の戦いを続行したが、彼も策略にはまり1283年6月に、捕らえられた。ウェールズ北部に侵攻したエドワードは、ドルイゼラン城などを占領し、コンウィに、自らの城を置くようにすると、ダビズ・アップグリフィズの最後の画城であった、ドルバダーン城を占領していた。その後間もない夏には、 エドワードは、ハーレフと、カーナーボンにおける築城を開始している。カーナーボン、コンウィ、ハーレフの城は、ウェールズで、当時極めて高層なもので、その建造物は、北ウェールズのスノードニアを囲む、鉄の輪となる、他のエドワードの城と共に、イングランド人の支配を確立する役割を果たした。西側から見た、 カーナー・ボン城ウェールズ北部にあったグイネズ王国一体を強固な軍により掌握した1283年に建設が始まり、イングランド王家の住まいとイングランド支配に対する抵抗を封じ込めるための本拠地としてカーナー・ボン城を築いていった。城の設計並びに建設を担った石膏棟梁はウェールズのエドワードの城の建設に 重要な役割を果たした熟練建築家で軍事技術者のマスター・ジェームズであった。新たな石像城郭の建設はカーナーボンを一変させる建築事業の一部であり、紙壁が築かれて城に接続され同じく新しい岩壁が建設された。カーナーボンにおける構築の最初の言及は1283年6月24日、城の用地を 北の町から分離する溝が掘られたことに始まる。永続的な防備が建設中である間、一種の過い作ブレテジウムが防御のために敷地の周囲に施された。木材は遠くリバプールから運ばれた。石材はアングルシー島や町の周囲といった近場から採石された。何百人もの労力によって、 堀の掘削や城の基礎の改作作業がなされた。敷地が拡大するにつれ、それが町にも及び始めると、家屋は、その建設を可能にするために一掃されたが、住民は3年後まで代償を支払われなかった。石の壁の基礎が造営されている間エドワード一世と、王妃エリナー・オブ・カスティルのために木骨作りの区画が、建設された。 彼らは1283年7月11日か12日に、カーナーボンに到着すると、1ヶ月余り滞在した。カーナーボン上の平面図 A 水門 B は死の塔、C 王妃の塔 D 井戸の塔 E 外閣、F 王広間 G 台所 H 自住の塔は用の門、J 内閣、インナーベリー。アッパーワード K 黒い塔 L 国層の塔 M 北東の、 東への貯水の東欧日の門1283から1292年1295から1323年、カーナーボン城の建設は1283から1284年の冬も続けられた。1284年3月19日に発布されたリズラン法令により、カーナーボンはグーイネズの自治を呼び、行政の中心的シャイアとなった。 建築士やアーノルド・テイラーは、エドワードとエリナーが1284年4月の復活祭に裁縫した際、ワシの塔が完備されたのではないかと推測したが、完成については明らかでない。伝説によれば、1284年4月25日、エドワード一世の王子エドワードが建設中の城内で生まれ、翌26日、エドワード一世は、ウェールズの諸公らに、 ウェールズ大公となる子であると紹介したという。彼は、エドワード・オブ・カーナーボンとも呼ばれていた。西から見た13世紀に完成した、直後のカーナーボンの死壁を示す模型。1284年に、カーナーボンは40人の守備隊により防衛されており、コンウイや、ハーレフの総勢30人余りの守備隊を、上回っていた。さらに平時には、ほとんどの城は、 ほんのわずかの衛兵しかいなかったが、カーナーボンは、その重要性によって20から40人に守られていた。1285年には、カーナーボンの死壁が、ほぼ完成した。加えて城郭における作業が継続された。建設費は、1289年からは、ごくわずかとなり、収支報告は1292年に終了している。1292年までに、 カーナーボンの城と紙壁の建設に12000ポンドを要していた。南の壁と紙壁により、カーナーボンを取り囲む防御網が完成したことで、その構想は最後に上角の北のファサードを建設することであった。1294年、ウェールズ港マドッグ、アップ・サウェリンに率いる反乱が勃発した。カーナーボンは、グーイネズの行政の中心地であり、 イングランドの権力の象徴であったため、ウェールズによる攻撃の的となった。マドッグの軍が9月に町を占領する中、死壁に大きな被害を与えた。城は皇居と間に合わせのバリケードだけで防御されていた。それはすぐに取り込まれ、可燃性のものはすべて放火された。火はカーナーボン全域に燃え広がり、そこに破壊の爪痕を残した。 しかし1295年の3月には、イングランドが全ウェールズを制圧し、カーナーボンは奪還された。西からのカーナーボン城、1285年に大部分が完成した支壁は再建され、城と繋がる。1295年11月には、イングランドが街を再強化し始めた。支壁の再建が最も必要であり、1195ポンドが、 経費に充てられ、予定より2ヶ月早く事業は完了した。ついで商店が城に移ると、1292年に中止した作業の完遂に当たった。1295年にひとまず反乱が鎮圧されると、エドワードはアングルシー島にビューマリス城の建設を開始した。その作業はマスタージェームズにより監督され、 結果として、ウォルター・オブ・ヘレフォードが建設の新たな段階の石膏投了として引き継いでいた。1301年末頃までに、さらに4500ポンドが作業に費やされ、作業の中心は、北の壁と塔にあった。1301年11月から1304年9月に、かけての収支記録は見当たらず、おそらくは、スコットランドに対するイングランドの戦争を補う。 ために労働力が北に移行した間に作業の中断があったものとされる。記録では、ウォルター・オブ・ヘレフォードはカーナーボンを離れて1300年10月にはカーライルにいて、カーナーボンで建設が再開される1304年の秋まで彼はスコットランド戦争に専念していた。ウォルターが1309年に亡くなると、その直属の部下ヘンリー・ドエラートンが 石膏棟梁の責務を引き継いでいる。1323年には、現在の様子に似た状態となったと言われるが、建設は1330年まで、一定の割合で継続された。1283年から1330年に、収支報告が終了するまで、カナーボンの城と紙壁に2万5000ポンドが費やされた。エドワード一世のウェールズ征服による築城においては、 1277年から1304年までに8万ポンド、同じく1277年から1329年までに9万5000ポンドの費用を要している。そういった当時における莫大な金額はまた、12世紀後半から13世紀初頭の極めて価値が高くかつ壮大な要塞であった、ドーバー城やノルマンディーのガイアール城などの城への出費を妨げた。 後のカーナーボンの増築は大したものでなく、定石は大体がエドワード時代からのものである。その出費額にもかかわらず、城に計画されたものの多くが冠水されることはなかった。王の門と王妃の門の背後は未完成のままであり、城郭の内部の土台部分が作業が続けられれば建物を要したはずの痕跡を見せている。 ジョン・スピードによる1610年のカーナーボンの地図。ウェールズの征服後、約2世紀、国の統治のために、エドワード一世により制定された配置はそのままで、あった。この時代、城には守備隊が常駐しており、カーナーボンは事実上北ウェールズの首都であった。民族対立を根底とする、ウェールズ人と、イングランド征服者間の緊張は、15世紀初頭に、 グリムドゥールの反乱の勃発に及んでいった。放棄の間、カーナーボンは、オワイン・グリムドゥールの軍の標的の一つであった。町と、城は1401年に包囲され、同年11月、グリムドゥールによるトゥトヒルの戦いがカーナーボンの、防衛隊と放棄軍の間に繰り広げられた。1403年及び1404年には、カーナーボンは、 フランス軍からの支援によって、ウェールズ人部隊に包囲されている。1485年に、チューダー長がイングランド王の座に就いたことで、ウェールズに変化をもたらし始めた。ヘンリー・チューダーは、ウェールズ出身であり、ヘンリーの統治は、ウェールズとイングランド間の対立を和らげた。結果として、カーナーボンの城のような、国が統治するために、南高不落の拠点を備える。 重要性は薄くなり、それらの城は放置された。王の門。1620年にもなお屋根があった数少ない城の正面ゲートハウス。カーナーボンの場合、町や城の壁は良好な状態にあったが、屋根など保守を要するものは崩壊の様相を呈しており、多くの木材は腐っていた。城の七基の塔と二棟のゲートハウスのうち、1620年には、 わしの塔と王の門だけに屋根があるといった寂しい状態であった。木内の敷地の建物はガラスや鉄などの高価なものは剥ぎ取られていた。敷地の建物の荒廃をよそに城の防御は十分な状態にあり、17世紀中頃のイングランド内戦においては国王派が駐屯した。カーナーボン城は戦争の中三度包囲された。城代はジョンバイロンで、 1646年にカーナーボンを議会派軍に明け渡した。カーナーボン城が光線を見たのは、これが最後であった。1660年に城郭及び死壁は取り壊すよう命じられたが、作業は早い段階で中止され、開始されなかったものと考えられる。和紙の東周辺の近代建築物を排除する1959年の解体作業。 現代のカーナーボン城と私壁の平面図。廃城を逃れたにもかかわらず、城は19世紀後半まで放置されていた。1870年代になって、政府はカーナーボン城の修繕に資金を供給した。城大補佐のルエリン・ターナーが作業を監督し、現存する遺積みを単に保存するのではなく、多くの場合に物議を醸すような城の修復や再建がなされた。 階段、京壁、屋根が修繕され、城郭の北の堀では、その土地の人の抵抗にもかかわらず、中世より、後の建物が景観を損なうものとして一掃された。オフィス・オブ・ワークス及び1908年からはそれを継承した、保護のもと、城はその歴史的意義により保存されていった。19世紀前半には、西温と川に面した地域は、 カーナーボン広角長のため埋め立てられ、現在はカーナーボン城の駐車場の一部となっている。カーナーボン城は、その建設時からずっと国王のものであったが、現在は、ウェールズの歴史的建造物の維持、管理を担うウェールズ政府の歴史的環境、保全機関であるカドによって管理されている。1986年、カーナーボンは、 その世界的な重要性が認められ、その保存や保護の支援ために、グーイネズのエドワード一世の城郭と市壁の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。城内には、イギリス陸軍の連隊の一つ、ロイヤル・ウェールズ・フュージリア連隊の連隊博物館がある。2015年には、歴史建築会社、ドナルド・イン・ソウル・アソシエイツにより設計された、新しい、 エントランスパビリオンが建設された。カーナー・ボン城は今日の主要な観光地であり、2018年には20万5000人余りがこの城を訪れている。1911年7月13日のプリンス・オブ・ウェールズ・ジョイ式典後、イングランド国室の一行がカーナー・ボン城を出る様子。イングランド王家の王太子を示す称号、プリンス・オブ・ウェールズはウェールズを閉廷した。 エドワード一世が1301年に、息子エドワードにこの称号を与えたことに始まる。有名な伝説によると、1284年、イングランド支配を快く思わない、ウェールズの諸侯らを前に、エドワード一世は、赤子のエドワード王子を見せ、ウェールズで生まれ、英語を話さない王子であるとして、一同を賛同させたといい、同時に、ウェールズの諸侯らは悔しい思いをしたという。 ウェールズの太公は、ウェールズで生まれ、英語を話さず、一度も罪を犯したことのない、ものとされていた。しかしこの物語は、出所が疑わしく、16世紀に、この記述があるのみである。1301年、エドワード王子は17歳であった。エドワード2世が、不王のウェールズ遠征中に、カーナーボンで生まれたことは事実である。ちなみに、 当時イングランド級手で話されていたのは、アングロイコールノルマン語であり、英語ではない。1911年7月13日、カーナーボンジョーは、プリンス・オブ・ウェールズ・ジョイ式典の舞台となった。この時のプリンス・オブ・ウェールズは、後のエドワード8世である。それまでのプリンス・オブ・ウェールズは、ジョイ少女1枚で認じられるものに過ぎず、過去に式典が行われたことはなかった。 エドワード王子は1910年6月にジョイ賞賞を受け取っており、プリンス・オブ・ウェールズとしての地位に何ら問題はなかったが、時の財務大臣を務めていたウェールズ出身のデビッド・ロイド・ジョージがジョージ5世に式典開催を強く進言したことから実現することとなった。ジョイ式典の前例がないまま式典全体を指揮したのは文イン総裁の 第15代ノーフォーク公ヘンリー、フィッツ・アラン・ハワードである。式典でのエドワード王子の当時はすべて、ウェールズ語で行われ、それを聞く地元ウェールズ代表らやウエールズ人たちを、感動させたという。1969年7月1日、チャールズ皇太子が、カーナーボン城内で、ジョイ式典を行った。2日後の7月3日、チャールズ皇太子により、これを祝して、 スウォンジーがシティの位に格上げされた。21世紀までにこの称号は21人に授けられ、13人が大いについているが、現在のところカーナーボン城でジョイ式典を行ったプリンス・オブ・ウェールズは以上の二人のみである。カーナーボン城の東の内角から外角方向。左から黒い塔、自重の塔、わしの塔。カーナーボン城の設計は、 ウェールズの新たなイングランド統治の象徴として強い印象を与える構造物にしたいという要求に半ば影響された。カーナーボンがウェールズ北部の行政の中心地になったことから、これはとりわけ重大であった。エドワードの城の配置はオねムネ知性より決定されたが、先の城のモットも包含している。城郭は東西に長く、幅の狭い囲いで、 およそ八の字のような形をしている。木内は、東と西にそれぞれ上の内廊と下の外角の二つの、車の過去位置に分割され、東側の内角には、王室の宿泊施設が含まれたが、これは完成しなかった。その分配は一連の防御を施した建物より、配置されるはずであったが、これらも構築されなかった。幕壁に沿って、 側射できるよう配置された多角形の塔がいくつか点在する。壁や塔の頂部に狭間橋壁があり、南面沿いには射撃のさじきがあって、北面図体にもそのさじきを備える予定であったが、それらは気づかれなかった。これが一体化されたならば、カーナー本城は中世稀に見る射撃力が集積されたものであったと言われる。 塔の多くは1階を含めて4階建てであり、城の西角にある和紙の塔が最大であった。その塔にある3つのタレットは、かつて和紙の像を乗せていた。塔には大きな滞在場所があって、おそらくは、ウェールズの初代の総督であったオットード・グランドソンのために構築された。1階には水門があり、西温と川からの来訪者はそこから城に入ることができた。また水は、 名前の元となった井戸の塔の井戸から組み上げられた。町から城への表口である王の門の未完成の内側。東からの表口である王妃の門。カーナーボン城の外観は、他のエドワードの様相とは異なり、壁に縞模様の色の石材が使用され、その塔は多角形であって円形でない。これらの特徴の解釈について、多くの学術的議論があった。 城の連鎖型城郭の設計は、初期のイギリスの城と比較して成功であり、城壁は、かつて第8回十字軍に参加した、エドワード一世が見た、コンスタンティノープルの城壁を参考にしたとも言われる。ビザンティン・ローマ帝国からの継承の意識的な使用については、エドワード一世の権威の証であり、ローマ皇帝、マグヌス・マクシムスの伝説的な夢に影響されたとする。 マキシムスは、夢の中で、山の多い地方の島の向かいにある川口の町に、人が、これまでに見た、最も美しい、鳥を見ていた。エドワードは、これは、セゴンティウムが、マキシマスの夢の町であったことを指すものと解いて、カーナーボン城を建設する際に、帝国のつながりを利用したとされる。その後の研究の一つでは、カーナーボンの設計は確かに、 エドワードの権威の象徴であったが、それは、ブリテンのローマの地を引き継ぐような印象を促し、王における、アーサー王の生計をほのめかすように仕向けることにあったとしている。二つの表口があり、一つは、町から通じる王の門で、もう一つは町を通らず城に、直接入る女王の門である。それらの様式はその時代に、典型的なもので、二つの両側の塔の間に通路が、 ある。王の門が完成していたならば、来訪者は二つの跳ね橋を渡り、五箇所の戸口と六箇所の落とし格子のもとを通過して、直角に曲がるように通り抜けて、下の外角の前に出ていた。その経路は、多くの矢様と殺人口によって監視されていた。エドワード二世の像が街を見渡す王の門の入り口の上の壁岸に立っている。建築士やアーノルド・テーラーによれば、 カーナーボン城の大きな左右一帯のゲートハウスほど、中世の要塞の良感的な力強さをより顕著に示す建物はイギリスにないと、される。王妃の門は、入り口が地面より上にあるという点で異例であり、これは、先のモットの統合において、内側の地盤面が隆起していることによる。外面的に、門には、石の傾斜路による通路があったはずであるが、 もはやそこに残ってはいない。幕壁とその塔は大部分が損なわれずに残っているが、城郭内にある構造物の遺構は、すべてが土台である。王室の滞在場所は内閣にあり、外閣には台所などの建物があって、台所は王の門のすぐ西に位置している。それらのわずかな土台に基づき、テーラーは、台所はしっかりと建てられていなかったという。 城の狂わないのもう一つの重要な特徴は、大広間であり、これは、外角の南側に接していた。その基礎のみ残存するが、大広間は、壮麗な建築物であり、王室の催しの会場に使われていた。カーナーボンが、目論ろみ通りに完成していたならば、数百人の王室一族が収容できたものとされる。ありがとうございます。